皆様こんにちは。11月30日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。現状見ていただいておりますのがドル円の日足です。ダウントレンドラインの中で動いておりますが、このように下値が徐々にこう切り上がってきている動きがございまして、まあ、三角持ち合いになっている。で、今朝方も103.84まで攻め込んだ後、今一番高いところ19ぐらいまで戻してきております。まあ、欧州勢入ってきてアジアのショートを借りに来たという感じなんでしょうか。といってもどんどんとこれが105円方向まで一気に上がるという感じはしませんので、私はまあ個人的には戻りを売りたいなというふうに考えています。ちょうどこちらで日足で見るところのボリンジャーバンドのセンターライン、このブルーのラインですけれども、こちらが現状104円の401ですね。なので私4の40で売ってみて、直近高値ぴったりではないですが70超えたら一回やめようかなというふうに思っています。利食い買い戻しは今日の安値圏でございます103円の85をイメージをいたしました。次はユーロドルです。ユーロドルも下値がだいぶ硬くなっ、あ、ごめんなさい、トルコになっちゃいました、失礼しました。よいしょ。ユーロドルですが、下値の方がだいぶ硬くなりまして、ちょっと、いらない線をちょっと消してみたいと思いますが、だいぶこう下値がですね、ボリンジャーバンドのセンターラインに支えられ、しかも、直近はですね、この5の移動平均線で下値をたくり上げるような形で、今、1.2 の手前まで上がってきております。まあ、方向性としては今日、今朝方の書きましたように、まあ、買いから入りたいということで、こちらの方は、時間足を見てみたいんですが、このように、時間足のボリンジャーバンドのセンターライン、ブルーが 1.1960 のところですねにございまして、ここを割り込んだとしても 1.19-45 近辺は、私そこがたいのかなというふうに思っておりまして、50割れたところですね。まあ、ここは一回買ってみようというふうに思いました。損切りはこのグリーンのライン 1.1920 です。これは90時間移動平均線で、損切り、利食いは 1.1995 ということで 1.2 に乗っかる直前手前で、利食いたい、そんなふうに思います。ユーロ円です。ユーロ円は124円の25で買いをイメージをいたしました。時間足のこれは90時間移動平均線グリーンのポイント124円の25で、これ276ですけど、まあ、25で差し値を入れてみたい、そんな感じで見ました。まあ、実際買ってみてもいいのかなという感じで見ています。損切りを123.95で、124円割れという意味合いですけど、まあ、ここでは一回損切りを。利食いは124円の、まあ、もともと考えましたのが80でした。もう今、757まで上がってきて、まあ、利食いとしては124円の80はいいとこかなという気がしています。125円はちょっと引っ張りすぎのような気もするので、私自身がドル円が戻り売りなので、ユーロ円はそれほど上を見ているわけではありません。ポンド円です。ポンド円についてもかなり元気よくこれ跳ね上がりましたが、自分としては139円台、朝から売りたい方向で見ております。139円の25、朝方と同じ水準で、イメージをして戻り売りですね。この面をほぼ合わせるように、こう並んでおります、上髭あたりで25近辺で、売ってみたい。139円の60で損切りを、利食いは138.50をイメージをいたしました。最後にオージー円です。オージー円も76.60、ここの押しがあったら一回買ってみたい、そんなふうに思いました。時間足の90移動平均線は76のこうちょうど80.795にありますけど、あと200移動平均線ですね、76.321にありますが、76.30、この200時間の移動平均線割れたら損切りを、利食いは77.30というところをイメージをいたしました。4時間足で見て、
違う、冷やしです。これ失礼しました。このあたりのですね、77円の、前半あたりですね、このあたりのイメージで、リグってみたいと思います。78円近いところまでちょっと引っ張るのもちょっと怖い気もしまして、一旦はこの77円の10ぐらいを今ちょうどタッチしておりますけど、これ抜けてくるともう少し一段跳ねそうなので、5丸の手前でリグいたいなと、そんな感じで見ております。さて、今週ですね、サンクスギビングも終わって、じゃあドル円、どれだけ戻れるのか、実際105円台相当重たそうに見えています。したがって戻り売りが104円の前半からミドルにかけて出てくるでしょうし、ミドル超えても戻り売りは出てくるんじゃないかな、そんなふうに考えております。ただし下値が103円の175をやって、次の安値が、こちらが103円の65近辺ですね。で、今朝方は103円の83という形で、きれいに、こちらの方サポートがまあほぼほぼ引けるのかなという気がしておりまして、ちょうどこの辺りから見て、要はこういったようなサポートが引けるわけですね。直近ここでは三角持ち合いになっています。下抜けを狙いに行って失敗した形ですので、まあ一旦上がる可能性はありますが、上がったところはですね、もっと長期で引っ張ってきている、日足の上値を止めてきたライン、これに止められるだろうということで、戻り売りを今晩はしてみたい、そんなふうに思います。また何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。本日営業日で11月最終、明日からは12月ということになります。年末に向けてですね、流動性は低下するかもしれませんが、月初に頑張って儲けて、まあ、クリスマス近辺はもともと動かなくなりますので、そのあたりはトレードはお休みをするという形で、もしできたらいいなと、そんなふうに思います。それではまた何かございましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。JFX 株式会社代表取締役小林芳彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林芳彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。